とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれ、使っていきます。先日出ました、英雄のアーマーですね。黄金が、無謀さんです。英雄に無謀意外と合うんじゃないかなと思うんですよね。HP が、まあ、減ったとしても、常にポーションバリアを張ってさえいれば、なんとでもなると思うんで、相性は悪くなさそう。まあ、無謀さん、デスバーターで保険を入れて、クールダウンとポーションバリアですね。とりあえずこれ、使ってみます。それでは行きましょう。武器は久しぶりの骨の棍棒ですね。固まるね。いいんじゃない？ポーションバリアも、ポーションか。すぐ溜まるし、いい感じだと思う。弓が良くないな、これ。弓で倒してしまうことがあるんで、弓が良くない。ちょっと弓を変えよう。この辺りだろうな。オッケー。さすが、さすがだね。ポーションのクールダウンがむちゃくちゃいい。オッケー、いけ。ポーションのクールダウンで、どん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 やっていけるんで、これ楽だわな。オッケー。どんどん行きましょう。いや、火力はすごいわ。これあれだよね、パワーポーション取ってなくってこれでしょ。これはやばい。これパワーポーションさらに取ればもっと偉いことになるんで。そうか、これドラじゃなくて、そうね、エリクサーのカバンの方が向いてるかな。旗は全部取りましょうか。オッケー、いるね。いや、なんか嫌な場所でも全然いける。オッケー。ちょっと待って、旗をなんか取ろうとして攻撃できてない。なんかすごいのがついたぞ。プレイヤーダメージ 60% 減少か。いや、でも大丈夫っしょ。いや、減らなくなってる、だいぶ。 OK。 でも、でうわー、勘弁してください。それはよし、これはきついぞ。この忙しさのまんま行かなきゃいけないの。よし、終わり。何がついた？テンポシフトを持ってる。うわー、最悪。これつらい。ではあとは脅威が3か、あと2か。よし、まあ全部とりあえず取りましょう。うわー、きつ。よし、旗は全部取りましたね。ナイトモード 60% 減少のテンポシフト、なかなか厳しいぞ。きつい。何？あ、トゲと変更と帯電、もう最悪のやつじゃん。うっそ、もうこれちょっときついって。もう最悪の敵だ。よし、 OK、 とりあえず抜けた。よし、
やばいやばいやばい、無事だよ。ポーションバリア使ってそれかい。よし終わりか。よっしゃ、なんだこれ最後。あーやばい、固まるな。よし、ではそのままボス行きましょう。いや、なかなか厳しい奴らが出てくるよ、本当に。テンポセフトすっごい鬱陶しいしね。よし、オッケーオッケー、いいの出てきたんじゃない。ちょっとお前だよ、邪魔なのは。いきます。もう、あぶねえ。やばっ、あぶねえ。ちょっと待って、俺これ連射器ついてないじゃん。ちょっと待てよ、もう連射器がついてなかった。いきます。やばいやばい、あぶねえ。クモドのコンボが、クモがきつい。危ない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 、完全に危ない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 、やばい。ちょっと雑魚がうっとうしいって。よし、やばっ。きつい、危ねえ。よし、なあ、雲が、雲の巣だった。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。倒せる、倒せる。もうちょいだ。雑魚がこんなに鬱陶しいとはね。よし。やばいや。固まった。固まったよ。ちょっと待って休憩させて。いやー厳しい、こいつは厳しいぜ。よし終わり。いやー倒したけど。はい、それでは戻ってきました。今日はこれでしたね。英雄のアーマーの無謀さんがついてるやつを使ってみましたけども、ありかなしかで言うと、なしです。なし。うん。HP が減ってると、ポーションバリア使ったとしても、ゴリゴリ減る。ゴリゴリ減る。なので、向いてないかな、これには。もっと攻撃的なやつに、さらに攻撃力をプラスする感じで、使うといいのかもしんないね。英雄の無謀はちょっと向いてませんでした。これやめた方がいい。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。